え、今日さ、みんな、なんかあの、うん、言ってたじゃん、あの今日みんなにさ、なんか教えるよみたいな、あーあー、なんか召喚石のとかよかったら見せてって言って、それであのいろいろやってもらってたんだけど、そしたらレナがなんか、レナはあの電卓で計算するからってでなんかじゃないけど、え、グラマーって電卓でやんのってめちゃめちゃ衝撃を受けたのね、それ電卓じゃないけどね、ダメージ計算があんのよ。そう、ダメージ計算みたいなのを聞いてやべえガチじゃんレナってなって、もうね、ちょっと今日はね、強い大空スバルを目指すためにね、ちょっとお呼びしました。あ、そうなんですか、ありがとうございます、呼んでいただいてね、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。ちなみになんですけど、はい、めっちゃ初心者なんで最初から聞いていくんですけど、はい、何ですか先生、古戦場って何なんですか、何のためにみんなあんな必死な思いをして頑張ってるんですか。古戦場か、奥が深いところついたね。え、古戦場はね、グラブルにとってなくてはならないイベントさ。先生、ストーリーを頼んでるだけ、楽しんでるだけじゃダメなんですか。ダメだ、嘘でしょ。強くならないといけない。やだよ。え、なんで、なんであんなさ、何を求めて走ってんのみんなで。一体何のために走ってんの。なんかスバル楽しいから、楽しそうだからって前回参加したんだけど、うん、なんかもらったんですけど、これもらったけど何に使っていいか分からずみたいなのがあるんですけど、あれ何がもらえるんですか、頑張ると。え、頑張るとね、はい、あのね、強化素材がもらえるんじゃないか。強化素材をもらうとどうなるんですか。え、自分が強くなるね。じゃあまた、また次の古戦場まで、また頑張って強くなってねっていうお礼の品ですね。え、永久期間ってことですか、それ。永久期間。閉じ込められてる古戦場に。そうだよ。え、何もらったの前回。え、もう覚えてない。